罰銃さえしちゃえばスピード関係ないんで。これはい、毎度小木すんです。前回に引き続きビッグ5いきましょう。今回のギア紹介、前と同じソロ GT スノーボードソロ、はい、ウルトラユニオンウルトラディラックス DNA、 ウェアは我らがチームワンベルベットで、グローブタオテック、はい、じゃあ早速ね、カスタ入っていこう、はい、詳しい話は前回の動画見てね。はい、じゃあ早速ビーコン5、まずお手本というか見本いきましょうか。いきましょう。じゃあビーコン3とビーコン5何が違うかと、それはビーコン3の状態でそこにプラスアルファ振り向いた後、着地は絶対みんなスイッチスタンスになるわけよ、5やから。で目線は向こう振り向いた後、着地が山側向くことになるんだよ次は。ここめっちゃ大事で、その時にビーコン3より若干バツ銃した後、まあこう下がるやん、いたってバツ銃して下がる。でバツ銃したここを次下げるスピードをちょっと緩めてほしいっていうのが感覚なんやけどね。これ耐えろってこと、耐えろってこと、上でできるだけ耐えてほしい。でそれが3ぐらいまで耐えてほしいだよ、もう、ここぐらい360度まで行っちゃうとちょっと難しいかもしれんから、まあ300度ぐらいか、まあ270度ぐらいまでは、板を上げといてほしい、うん、でそっから最後下ろして5まで持っていくっていうやり方なんやけど、下ろしながらね。そう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 。でまずは、さっきのビーコンよりちょっと意識変えたやり方で、さっき振り向いて270度ぐらいまで上げとけって話をしてた今、うん、これちょっと次やろう。でキープする、できるだけキープするっていうのをやっていきましょう。今の感じ、その270度または360度のところを耐えるっていうのはもう最終右足のバツ重して上げた方の操作になります。こっち足、こっちを常にもうバツ重した後も引き上げるイメージで、下がってくるけどなるべく引き上げとく。で次3をしてずらして5まで持っていくってやり方、次やってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。こういう感じ、もう一回3ずらす、こうなり方で、そこで大事になってくるのが難点があります。まずは3はかかとで下ろしていきたいとか、まあ若干そういう感じだけど、5っていうのはつま先から下ろしてって板をずらす。まずこれ1点、骨面を撫でる感じね。いいこと言った。じゃあ次体軸を最後着地は入れ替えます。3の時は、まあ、センターとか、まあ若干後ろでもいいよとかって言ったと思うんやけど、5ってなると着地位置がこっちになるの。グラトリでいうルックバック着地から、こういう着地で、山側に、まあ、向こう見ながらバックノーズ、あとは横見ながらフロントテール、こういう姿勢の意識でも大丈夫。とりあえずは山側滑走面の方に重心位置体軸持っていてくださいって感じ。これを次組み合わせてみます。行こうか。こういう感じ。正直ね、もう3からもうずらすだけでもうビコン5っぽく見えちゃうのよ。で次はこのずらしたやつを極力ずらさずに最後までつま先でパンって落とせるようになればビーコン5と言えるんじゃないかな。綺麗な、最後これだけやろうか。バツ銃さえしちゃえばスピード関係ないんで、いきます。まあ低スピードでいこうか。これ
どう、まあ、合格、まあまあまあって感じやろ、うん、最後はつま先からこう下ろしに行く。どうしてもそこができない人は最終ビーコンのさ、これ練習してくださいって言ってた3の時に、前回の動画ね、はい、これが生きてくる、はい、3からこれ、ああ、ね、はい、これも達し上げるとビーコン5が簡単にできていきます。ビーコン5できたら B ノーリ5もできます。弾くか弾かないかの差なんでね。そんな感じでビーコン5をねどんどん練習していってもらえたらいいかなと思います。これできたら反対方向の苦手な方向もやってみてください。両方できやんとグラトリの幅なかなか広がらないんで。ということで今回は、ビーコン5でした。バイバーイ。